Thank you.
はい、どうも皆様こんにちは。ザ・スティカモというバンドでございます。ありがとうございます。1曲目にお送りしました曲はブラッディジャーニーという僕のトリオのオリジナル曲でした。さて、皆さんから見て右手側からメンバー紹介をします。ドラムス三浦光。そして今日は、本当のメンバーのね、辰巳雄介っていうベーシストがいるんですけど、今日はちょっと諸事情があって出れないので、代わりにサポートとして太田健介が出てきました。拍手。そしてこのバンドの作曲と、そしてピアノを担当させていただいております野々村大志です。よろしくお願いいたします。さて、ではこの勢いに乗ったまま2曲目の方に早速いきたいと思います。2曲目にお送りしますのは、この7月ですね、私たちザ・スティカモというバンドがですね、なんとサブスクで配信させていただいている曲を本日皆さんの前で初めて生演奏させていただきたいと思います。まずメンバー呼ぼうね。そうだね、サックス渡辺玲奈です。それではですね、YouTube とそして各種サブスクリプションですかね、最近登録した曲を今からお送りしたいと思います。曲名は The Most and The Most Beautiful and Softest、 最も美しくて柔らかいものというタイトルです。どうぞお楽しみください。Thank you.
ありがとうございました。甘い音色を吹いてくれたサックスの渡辺瑠奈ですね。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そうですね、私たち、6月5日に5日じゃないね、あの6月20日にですね、初配信ライブを披露させていただきまして、でその時に、レコーディングしたものを、まあこの1曲なら出せるよねということで出してみました。もしよければですね、このライブ気に入っていただけましたら、お家で皆様聴いていただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。ところでですね、僕あの皆様にちょっと聞きたいことが一つあるんですけど、あのこのバンド名の読み方を知らないで今日来たよって方いらっしゃいますか？ちなみに、あーやっぱ2人ぐらいいらっしゃいますね。あのそうなんですよ、あの英語でザなんか ST なんちゃらみたいな感じで聞いてくる方が多いんですけど、あのスティカモと読います。あの由来についてはちょっと話すのはちょっと恥ずかしいので、ね、またあ話さなきゃいけないな、そうかな、そうですね、あの造語でございます。あのアーティスト意識が芽生えまして、私もなんか一つ言葉を作ってみたいなと思ってですね、あの皆様ミスティックとか、ね、オプティミスティックとか、なんかそのなんか形容詞に、ね、スティックってつくじゃないですか、何々なとかで、アモそのスティカモのカモの方はあの AMOR って書くんですけど、それアモルって読むんですね。皆さんアモルって聞いたことありますか？そのなんか長友佑都選手がなんかこうサッカーでゴールとか決めるとですね、なんかこうやってなんか愛する、あ、ね、愛する人にこうやってなんかアモーレのポーズをしてるじゃないですか、そのアモルです。なんでなんかいろんなそこら中にある愛をですね、あの私たちがこう音楽で伝えられるようにと、そのスティカモという名前にさせていただきました。なので皆様のそばにね、この音楽があることを願いまして、あのどんどん私たちはパワーアップしていくので、今後ともよろしくお願いいたします。サスティカモでございます。ありがとうございます。さて、あのちょっとここまで勢いよくあの演奏しすぎちゃったのでね、あのこれちょっと話をさせていただいているわけですけれども、あの主にこのバンドの作曲者っていうのはあの私でですね、あのこのバンドのまあなんて言うんだろう、ルールじゃないですけどね、あの絶対王政っていうのがあって、あの私の言ったことは絶対に守っていただくというルールがあるんですけど、なんとですね、あのこの絶対王政を崩したね、その男がいまして、その名も三浦ひかるというね、あの当バンドのドラマーがいるんですけど、あのドラマーがこう強気にね、こうなんか僕に新しい曲書いたんで、よかったらやらせてよなんてこう言ってきたんで、なんと次は僕の曲じゃなくて彼の曲をやらせていただきます。彼が今まで培ってきた音楽の、ね、知識をふんだんに生かした素晴らしい音楽となっております。それでは三浦君、あの曲名の発表をお願いいたします。はい、あ、マイクなしでね、まあそうだね、次にお送りする曲は、フライドベーコンという曲でして、曲名はまあ意味わかんないと思うんですけれども、結構軽快ないい感じのメロディーの曲となっておりますので、まあ、ぜひともお聴きいただければ幸いでございます。お楽しみください。フライドベーコンです。どうぞ。
曲はフライドベーコンでした。作曲者の三浦さんにもう一度大きな拍手をお願いします。いかがでしたでしょうか。あのスイングの曲を作ってきたんですけどね、あの彼はそうだね、なんで今このスイングっていう曲を、まあ、そもそもスイングっていう曲の説明からしないといけないですね。あのスイングっていう、まあ、60年70年前ぐらいね、今その DTM とかなんか DJ とか流行ってるじゃないですか。なんかああいうのがあの昔はですね、こういうスイングっていうチーチキチーチキチリズムが流行っててよく踊ってたんですよね。これでなんか社交ダンスとかしてで、なんかね、あの好きなこう男女が出会ったりみたいな、そういう音楽なんですけど、ね、この音楽をですね、僕と三浦ひかるくんはなんと今年何年目、高校の3年でしょ、で今は大学4年でしょ、7年目か、この7年目にあの何だろう、そう、あの7年間ずっと彼とは一緒に音楽をやってるんですよね。でなんかこうやって僕のバンドに呼ばされてるわけですけど、でついに彼がこう作曲家になるというなんか新たなステージに踏み出したので、あの2曲目もし聞きたい方はですね、あのライブに来ていただいて、でまたはですね、あのこのライブ終わった後に三浦くんにね、あの三浦くんすごく良かったからもう一曲作ってよなんて言ってくれれば、多分きっと作ってくれると思うので、どうか励ましの言葉を彼にかけていただけると嬉しいなと私は思います。いや、毎回拍手させてしまって申し訳ないんですけど、はい、あのじゃあそうですね、あんまり喋ってもとは思うんで、もうまだ30分しか経ってないですね。なんか意外と結構、ね、曲数こなしたからあっという間かなと思って、1曲1曲が短いんだよね。じゃあちょっと次の曲の曲説明をちょっとさせていただきましょうかね。イワゴンか、はい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 、わかりました。まあここまで、結構激しめにガツガツと行かせてもらいましたが、あの次の曲はちょっと落ち着いてですね、あのしんみりした曲を皆様にお届けしたいと思います。タイトルの名前は You are gone です。あなたは行ってしまった、そんなタイトルでございます。それでは楽しんでお聴きください。You are gone です。どうぞ。
長く撮ってねってお願いしたということでね、あの太田健介くんがあの長い袖を撮ってくれました。拍手お願いします。あの今回一応乗っていただけてるということで、あの軽く紹介したいんですけども、あの太田健介くんはですね、あの学生ビッグバンドっていう、あのそういう部活動があって、みんなで一緒にビッグバンドをやろうねみたいな、そういう組織があるんですけど、あの彼とはですね、あの同じ同期で一緒に頑張ってた仲間でございます。あのその他いろいろなポップスとかですね、あのジャズとか幅広く活躍しているので、これからも太田健介という名前ね、ぜひ覚えていただいて、そしてなんか彼の本番に遊びに来てほしいなと私は思います。ありがとうございました。そしてですね、あの You Are Gone という曲の説明をあのさせていただくんですけれどもね、あの私事なんですけどね、あの年頭にですね、なんと失恋をしまして、あのその時にこう瞬間的に思ったことをさっと曲にしました。でもなんかこうちょっとしらけちゃうかもしれないんであれなんですけど、あの失恋をねした瞬間はね、こう男性ってなんか結構解放感にあふれるというか、なんか一時的な感情なんですけどね、だからそのなんかふわーすっきりしたぜみたいなことを、あのその時思ったことをバーッとあのこのように楽譜にしてあの演奏させていただきましたが、あの1ヶ月ぐらい経つとね、あのこんな爽やかには演奏できないぐらいあの悲しい気持ちになりました。はい、そんな曲です。あの一時的なあの解放感の曲です。あの You Are Gone という曲でした。はい、あのこうなっちゃうから あんまり深く話さない方がいいかなと思ったんですけど、まあ、せっかくね音楽をこうやってやってるんで皆さんに知ってほしいなと思ったわけですよ。あの該当者というかそういう方もいないしね、まあいいやそれは。はい、もうなんかこう笑ってくれてるのか今分かる感じになっちゃったんですけど、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとですね、あの今日はなんと2ステージに分けて私たち演奏させていただくんですけれども、なんと次の曲でファーストステージ最後の曲になっちゃうんですよね。はい、あの最後の曲になるということで、あの曲名をそして発表させていただきます。今回あのちょっとごめん、ちょっと長さがね、よいしょ、あの最後の曲を発表させていただきます。最後の曲もですね、あの私が作った曲です。あのフラワーガール、花売り娘というタイトルであの作らせていただきました。あのファイナルファンタジー、ごめんなさい、あの余計なことを話してしまいそうなのであんまり言わないんですけど、あの儚い、切ない、そしてなんて言うんだろう、熱い、なんか全てを兼ね揃えた曲となっているので、あのもしよければいろんな感情をこうなんかごちゃごちゃになる感覚を皆様楽しんでいただけたらと思います。それではファーストセット最後の曲聴いてください。フラワーガール。
晩酌と終了しました。ありがとうございます。そこでですね、換気も兼ねてですね、15分ほどですかね、休憩をいただきます。ありがとうございました。ファーストセットでした。ありがとうございます。
ムーンライトっていう名前にする前に、なんか別のことわざを最初はタイトルにしてたんですけど、まあなんかそのなんて言うんだろうな、そのことわざうまく言えないな、その時に思こうなんだろう、あもう言っちゃうわ、そのことわざって、その老いたる馬は道を忘れずっていう言葉があって、その要はその中国ではよくこう馬をね使う機会がよくあったじゃないですか、わかんないか、でそのなんだっけ、馬がこう優秀な馬っていうのはその若くて体力のある馬じゃなくて、あの経験を積んだ馬だと、だからそれだとなんかこう経験をなんか培った経験をなんかなんて言うんだろうとにかく優秀なんですよね。えこれやばい、2部から急にキレが悪くなった。まあいいや、あのそれでこれ人間に置き換えられるなと思って、僕ら結構あの一つのことをね、頑張るタイプが多くて、ね、ルナちゃんもそうだよね、今音楽をすごく頑張っている人だし、あのこっちサイドの三浦君と太田君はね、結構勉強も音楽も何でもできちゃうよみたいなタイプなんですけど、あの僕は本当音楽しかやってないので、あの本当に挫折っていうものが常日頃こう考えるわけなんですよ。でその時にもやっぱりなんかこういう気持ちになるのはいい経験だと思って、あのこういう曲を書かせていただいたんですけれども、あのその時に見たのがあのお月様ということで、僕あの病んでる時によくその外に散歩行って月とか見るんですけど、その時に思ったのでムーンライトというタイトルにしました。まあ、こんな下りはどうでもよくてですね、あの皆様が思うお月様をですね、あの頭に描いて、どうか次の曲楽しんで聴いていただければなと思います。2曲目にお送りします曲はムーンライトです。僕のオリジナル曲です。お願いいたします。Thank you.
このバンド以外にもね、あのジャズのスタン、なんだろう、ジャズのカルテットとかデュオとか、あのいろんなところに僕この曲持っていってですね、あの演奏しているので、もしよければそちらも聴いていただければ嬉しいなと思います。ムーンライトという曲でした。ありがとうございます。ではここでですね、ここまではあのちなみに6月20日に配信した曲たちだったんですよね。あの全部で6曲ぐらいあの演奏させていただいたんですけど、その時のものをさらにパワーアップして今弾かせていただいたという感じなんですけど、ここから先はあのまだ誰にも見せていない新曲揃いでございます。まずはですね、私たちあのバンドテーマっていうものを作りました。スティカモってどういうバンドなのか、どんな音楽を、ね、演奏するのか、どんなメッセージ性があるのか、それを次の1曲につぎ込みました。あの次お送りするバンドテーマのタイトル発表いたします。 By Your Side、 あなたのそばにという曲です。この曲があなたのと、あなたのそばにあり続けますように、そんな意味を込めてあのこの曲作らせていただきました。それでは聴いてください。 By Your Side というバラードの曲です。
ーサイドあなたのそばにという曲を聴かせていただきました。そしてこの曲がバンドテーマでございます。私たち の, そうです、ね、象徴となる一曲となれればいいんですけどね。はい、そんな曲をお送りさせていただきました。この曲についてねちょっとお話しさせていただくとね、人間辛い時こうね必要なのはアドバイスじゃなくてこうそばにいることだとね私は思ってるんですけど、私がそれ一番難しいなって思ってるんですけど、つい言っちゃうじゃないですか、こうなんかね、お前はあれこれこうした方がいいよみたいな、お前のこういうところが嫌なんだよみたいな、でなんか結構そういうことをバーって言い過ぎちゃう癖があるんですけど、まあ、そういう癖を直したいみたいな個人的な意味もあれば、そうですね、この曲がこう皆様に寄り添えるようなそんな一曲になればと思って私はこの曲を作りました。はい、ありがとうございます。はあ、そうですね、この曲の後にどんな曲を演奏するのかはこれからちょっとねびっくりすると思うんですけどここでちょっと一つ宣伝というか、皆様にね今日せっかくライブに来てくれた皆様にお願いがあるんですよね。今日皆さんこのライブにどのように来ていただいたかというと、結構みんな個人でこうバーって個人で誘われた方が来たりだとか、まあ個人ですよね、個人しかないんだけど、なんと私たちと直でね連絡ができる素敵なアカウントと、そして各種 SNS があるんですよね。うなちゃんちょっと教えてもらってもいいですか、覚えてる？4つありましたね。かわいいルナちゃんが言ってくれた4つの、我々とのなんかなんだろう SNS か覚えてください。まずはインスタグラム、そしてツイッター、そして次はですねこれが一番時期に連絡しやすいですよね。告知を最速で手に入れたいというそんなお客様におすすめなのは LINE 公式アカウント、そして私たちの曲が何曲か聴けます YouTube ですね。こちらのフォローをよろしくお願いします。今日実はこちらのカメラで配信をやってるんですけど、ザ・スティカモと YouTube で今調べるとそのためにライブ配信をしている様子が出てくるんですね。でそのライブ配信の、動画の説明欄の方に各種SNS、そして私たちの説明についてね多分書いてあると思うんで、もしよかったら見てください。お願いします。見てくださってる方お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、うるさい告知はこれぐらいにして、もうしんみりしたバラードの後、最後思いっきりひっちゃらめっちゃらなんて言うのでしょうか、散らかして最後は終わろうと思います。はい、野望という意味を込めました。私たちのこれからをどうか温かく見守ってください。それでは行きましょう。アンビシャスです、どうぞ。
とうございます。すいません、しつこいと思いますが、もう一度名前を覚えてほしいので、メンバー紹介させてください。三浦光琉。ベース、太田健介。サックス、渡辺ルナ。ピアノ、福士蒼汰でお送りしました。ありがとうございます。野々村大志です。すいません。では、そうですね、お食事のラストオーダーが、あと10分で、